いや、ゲーム起動したらまずこの画面って嫌な予感すんな。クリスマステイル。いや、割と今回普通めのタイトルで来たな。クリスマスストーリーってことだもんね。で、中身全くわからないんですけど、一つだけ言えることはイカれてます。日本語翻訳がしっかりしている可能性は2%、0%かな。じゃあやっていこう。日本の、もうそこに期待してるもん。なんだこの怪しい背景。あなたの名前入力したか見づれえなあなたの名前入力してくださいか、すげえ見づれえな。ちょっと待って、これひらがな、待って、カタカナ、キヨ、もう仕方がない、今回はシンプルにキヨで攻めてやるか。これ使うのかな、後々ちゃんと入力させるってことは。あ、ちゃんとクリスマスだ、雪がある。毎回このシリーズのゲームさ、なんかさ、洗脳してくる BGM かけるよね。てか、これタイトル画面でよくない？こっから言語選択とかさせろよ。じゃあ行きます、新しいゲーム。ストーリーがあるらしいからな。重い重い、ゲームが重いぞ、すごく。雪カクカクだな、降ってんの。なかなかゲームいかねえし。来ました。どういうストーリーなんだろう。12月24日。クリスマスイブか。もうちょっと真ん中に置けなかったのか、それ。おほほほ。質素な部屋に住んでんな。これは12月の24日です。ちょっと待って、なんか BGM 大きくない？こんぐらいで大丈夫かな？いや、この BGM さ、よく聞いたら、さっきのタイトル画面でかかってた BGM もなんか一緒にかかっちゃってんだよ、よく聞くと。なんかごっちゃになってんだよ。これは12月の24日です。はい、全く何も起きてないけど。一日中私はベッドに横たわり、時には窓から外に出ています。いや、扉から出ろ、ドアから出ろ、ちゃんと。それは十分に暗くなっています。それはまだ夕方5時ですが、それはすでに外が暗く、ライトが点灯しています。それは多いな。それってなんだお前、それはそれはってそれってなんだ、もうおかしいもんな、もうおかしいもんね。一回なんか翻訳かけた時に翻訳かけ直してまた翻訳かけた感じになっちゃってるもんな。てんてんてん。リーチ？麻雀してたん？今。何この選択肢？何この選択肢？リーチ？もうリーチするしかない。今麻雀してると考えてやるよ。何このリーチって。何も起きないぞ、リーチしたけど。そう、そう。何に関してそうって言ってんの？注文、注文。もうお前の一言一言に驚きがで隠せねえんだよ俺。私はそれがいいと思う。もういい、いい、我慢してついていけ、この世界観についていけ、キヨ。てんてんてん。何がしたいんだこいつは、毎回毎回ずっと。あ、でも雪降ってるな。クリスマスの、クリスマスイブの夜なんだもんね。おしゃれな BGM 流しやがってよ。何らかの理由で私は母について思い出した。何らかの理由が気になるな。何らかってなんだ。何らかってなんだ。彼女はいつも新年のために私を呼びます。あー、なるほどね。年末年始なんか帰ってきなさいみたいな感じ。これ実家なのかな、一人暮らしなのかな、呼ぶって感じか。時々私を苛立たせる。何があった、何があったんだ、苛立たせるって。沈黙が多いなお前。どうしたんだ。私は自分に電話することはできますか。何言ってんだお前。自分に電話することはできますか。なんて訳そうとしたんだこれは。わからねえ、できねえぞ自分に電話すること。まあ、できるっちゃできんのか、できねえけど。なぜ彼女に電話しないの。彼女っていうのは母親のことを言ってんのかな。一方そこには何が。ついてけねえ、ついてけねえ。何このストーリーを俺は追ってんだ。一つのゲームで6つぐらいストーリー進んでねえか今。新しい年のちょうど呼び出し、呼び出しって言うな。私はしばらくチャットをしなければならない。チャット？私は知らない、俺も知らねえ。何をしなければいけないんだこれは。呼び出さない、呼び出す。誰を、誰を、母親から来なさいって言われてるわけです。誰を呼び出すの、これ。彼女って言ってる。まあお母さんだと例えて、呼び出そう。
はい、私は彼女に電話すると思います。するんだよね。まあ、ゲームの主人公なんだからさ、俺に話しかけてくんなよ。するんだろ電話を。してんのかこれ、電話してんのか今これ。なこの画面何なんだ、この画面で待たされて。はい、もちろんです。キヨ急に出てきたな。はい、もちろんです。その前の会話を聞かせろよ。その前なんか言われたんだろ、そこ聞かせろ。何に対してはいもちろんですって言ってんだ。いいえ、あなたは幸せ。その相手のリアルな電話のリアルなシーン、相手のこと何て言ってるか聞こえないシーンまで再現すんだよ。お前なんて聞かれてるかこっち気になってしゃあねえんだよ。いいえ、あなたは幸せ。何に対して言ってんだよ。まあそれは私の時間です。まあ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 って言ってんのかお前。はいはい、めんどくさそうになったな急に。再びクリスマスで、はい、ありがとうございます。そして私はあなたを愛しています。おお、なんかちょっと海外っぽい感じだな。終わりかこれで通話が。よく BGM 聞いたらさっきのさ、パン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 っていうのが聞こえるんだよ。私はインターネットに行きます。私は何か新しいことがあるかどうか確認します。あ、これなんとなくわかんね。ネットでなんかネットサーフィンっていうか、新しい更新がないかを見るって感じか。一応キャラクターも出てくるらしいんだけど、まだ出てこないね。もう誰かが私に書き返したの？書き返したって。お前は何を書いたんだ？これいちいち一瞬暗くなって明るくなる演出何？ああ、もう彼女です。お前別れろ。そんな嫌そうなら別れろお前。ああってなんだ？彼女は今回何が必要ですか？彼女って言ってんのはさ、これさ、恋人の彼女じゃなくてさっきのお母さんのことも言ってたから、違う女性のこと言ってんのかな。書き返してくれてる人とか返信くれてる人のこと言ってんのかな。あ、カティア、急に出てきたカティア。こんにちは。私は再び心配して申し訳ありません。私はちょうど私が最終的にチケットを販売したと言いたかった業者。何これ、チケット販売イコール P。 あ、これはあれだね、横から見て絵画の顔文字みたいな感じだね、ベロを出してる感じの。チケットを販売、転売屋なのかお前。そしてクリスマスイブで少なくともあなたの快適ゾーンを離れることがありますか？人生のために閉じられたままにしておきたいと思っています。宗教くせえこと言い出したな急に。なんだお前快適ゾーンって。メリークリスマス、これまでと幸運。急にメリークリスマス言うなお前。取ってつけたからのメリークリスマスやめろ。海外の顔文字可愛いよな、横に見るやつ。彼女は今オンラインではいなくなっちゃった。私はそれに応えて何かを書く価値がありますか？そうではありませんが、価値で考えるな。まあ書き返した方がいいんじゃないの、せっかくさ言ってくれてるんだったら。返信アイコン、答えの返信アイコンだろうな。私はバイヤーがあったとあなたに言った。バイヤー、バイヤー、転売ヤーなのか。そしてあなたは来て。はい、私はそうするつもりです。何、何と会話してんのお前、何と会話してんの。さっきから見えないやつの会話あるけどさ。アドバイス、またはむしろ願いのためにありがとう。彼女に演習、心配だよ俺は。このゲームの世界の企業が俺は心配でならねえよ。はい、そうでしょう。ネットワーク内で興味深いものは全て同じものは存在しない。なんかお前さ、機械的なんだよ。全ての言葉が機械的で怖えんだよ。なんか映画を見たことがありますか？急に話変えてきたな。ありますよそりゃ。それはアイディアです。はぁ、アイディアです、それはアイディア。また違う話いくなよ。だから見てみましょう映画を。てんてんてん、また沈黙だな。正解は沈黙になっちゃってんな。どのジャンルを選択するんですか？どのジャンルを選択、またなんか出てくるの。あー、なんかここはしっかりとしたジャンルが出てきたな。コメディ、スリラー、メロドラマ、ホラー。メロドラマって恋愛ってこと？スリラー、コメディ、ホラーかい。せっかくならホラーで行くかい。ちょっと怖い映画、ホラー映画見に行く。おそらく私は見なければならない。自分で選択したんだから見るだろう。くそー。急にどうしたお前。急にどうしたんだよ。思い出した。私は昨年も隣人に CD を貸し出して
涼しい新年の映画を出しました。くっそ、何言ってっか分かんねえな。なんとなく 20% ほど理解できるかすんな。隣人に貸し出したけど、新しい映画がもう出ちゃったみたい。いや、そういうことなのか。私は彼を撮ることを忘れました。明らかに彼は見知らぬ人のことを気にしました、ね、おー、ディスりまくってんだ。あー、はいはいはい、彼から CD を返してもらうことを忘れた。でも彼はそのことを気にしてないっていうことだね。なんで俺がしっかりした翻訳してやんなきゃいけねえんだよ。私は彼のディスクを彼から取るつもりだまあ彼のディスクっていうか彼に貸したディスクだ。まあ返してもらった方がいいんじゃねえか、それだったら。この前やめろ、さっきから。お305、これ隣人かもしかして。聞こえる？うっすら、うっすらタイトル画面でかかってた BGM 聞こえる？うっすら。じゃあいきます。ドアベルを鳴らす。これ出てくんのかな？このゲームのキャラクターの絵って大体おかしいからな。彼はそこで眠っているのですか？寝ているのだろうか？みたいな感じが。おい、出てこい、隣人。ドアベルもめんどくせくなりだな。一回で出てこいや。いらねえだろ、これ何回も押すの。出てこい、隣人。出た、出た、出た。出たよ、待ってた。待ってた、こういうキャラクター。ほんと好きだよ、こういうキャラクター。おっと。あ、これセーブできんの？あ、セーブしとこう、セーブしとこう。よし、一応セーブしとこう。ああ、こんにちは。あなたは誰ですか？おい、嘘だろ？お前、隣人のこと誰ですかって言うのか、お前。お前、借り物あんだぞ、お前。さて、私は冗談を言っているよ。腹立つな。腹立つな。ごめん、君は誰だい？あー、嘘嘘、冗談冗談って言いたかったんだろうけど、日本語訳がまだだからさ、私は冗談を言っているになってんな。あなたの運命は何ですか？あなたはどうですか？いや、お前何なんだよ。はい、すべてが順調です。私は来た。あー、待って、なになになに、何してんの、怖い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 、ちょっと怖い怖い、何してんのこいつもうやだもうやだ、このゲームもうやばいやばい、このゲームやばいって、やばいって、絶対絶対呪われるって、なんか おかしい要素入ってるって。だから、うん、何をしたいの？おめえだよ。おめえが何したいんだよ。何をしたいんだよ、お前が。さっきから私は撮ると思った。しかし、いえ、待ってください。あ、これ一応なんか返してもらう流れになってんのかな。最後まで踊る必要があります。いえ、意味がわかんないんだけど、踊る必要ない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 、もって、あの踊りもしかして。もういい、もういいって、それ、もう見た見た見た。長いんだって、長いんだ。終わった後、途端な真顔やめろ。全てと同じように。怖いな。それではあなたは何を話していますか？私は新年の映画のディスクに来ました。覚えておいて、私は昨年あなたにそれをくれましたが、まあ、とりあえず返せと言ってんだろうね。ああ、これ、はい、確かです。そして私は見て、何かが私のディスクではないと思います。それはどこから来たのでしょうか？私の頭は機能しなくなった。難しい難しい難しい。逆によく翻訳でこんな風に出てきたな。一瞬どうしたどうしたそんな大声で一瞬って言ってどうしたあ、ちょっと待っててって意味だ。そういうことね、そういうことね。ちょっと待っててって意味で一瞬ってここに行く。クールな映画。ああ。メリークリスマス。やめろ、取ってつけたようなメリークリスマス。そして、あなたも。帰ってった。これで終わりなのか、あいつは。もう何だったんだよ、あいつ。恐怖でしかなかったぞ。そして、それでは今度はターンテーブルに置きます。これででも映画見に行くのか、ホラー映画を。とりあえず借りたやつは、貸したやつかは帰ってきたけど、読むことができません。ここに悪魔がいる。いねえわ。なんでここに悪魔がいるっていう表現。
そして私たちの時代には誰が DVD ディスクを使用していますか。私たちの時代に難しい難しいな難しいな。どこの時代から来た、なんかもうタイムリープしたやつみたいになってるけど。ああ大丈夫。誰と話してんのねえ、誰と会話してんのキヨ。この意味のわからない長いさ、無駄な間の時間やめて。そして時間は退屈な街です。まあ今退屈なんだろうな、暇ってことか。それが何であるかは明確ではありません。ポイントは何ですか。彼女は正しいかもしれない。そして時々あなたの快適ゾーンを離れる。うわー、もういいもういいもういい、もう理解不能な行動に入った。もうまた多重人格者モードに入ってるこれ。しかし地獄、休日の前夜に違いは何だか。全てはいつものようになります。そして私は少なくともなんとか私の夕方を多様化することができます。おお、夕方を多様化、少なくともなんとか私の夕方を多様化することができます。私はおそらく森林に行くだろう。行くな行くな行くな、何しに行くんだお前森に、クリスマスイブに。はい、まさに。誰と会話してんの。今は静かで静かなはずです。静かだったら静かなはずです、いいだろもう。森に行くの、もしかして本当に。おすっげえ、森じゃない、全然森じゃない。急に綺麗なイルミネーションのところに来たな。昨日よりも寒いです。しかし人の数は影響を受けていません。ニュースみたいな言い方すんな。全ての人々の群衆は多様な束に沿って急いでいるが、同時に同じこと。一般に多くの人がいる場合、それはより暖かくなる。説明口調が激しいな。私はいくつかの科学的な映画を見た。私たちは全て生きている存在です。私たちはエネルギーを作り配分します。そしてエネルギーには温度があります。頭のいい会話、なんか頭のいい文章を見せられてんな今。熱、エネルギーには熱があるのか。通りから全ての人を取り除くと気温はさらに下がります。そうだね、人の熱がなくなるもんな。度は足し正確に、そして多分それ以上です。しかし私は森に向かい、多くの人がいないはずです。じゃあもっと涼しいっていうか寒いところに行くってことか。だから温度差を調べましょう。何してんのクリスマスイブに。何お前、イルミネーションで人がいっぱいいるところの温度と人がいない森林の温度の差を調べようとして、何それ、楽しいそれ、仕事それが。森に行くのだからって。私の目の前で滑って落ちた少女がいました。落ちたっていう表現すんな、滑って転んだにしろ。彼女はあたかもあまり傷ついていませんでした。あたかもっておかしいだろ。それはかなり面白かったですバカにすんなお前お前目の前で女の子転んで、それはかなり面白かったですってクソ野郎じゃねえか。しかし誰もが通り過ぎる。誰もそれに注意を払わない。ああ女の子が転んでもね、誰も声をかけないと。私は彼女に近づかなければならない。彼女が起立するのを助ける。もう助けた方がいいんじゃない、これ選択してんのか、もしかして。助けた方がいいだろう、通り過ぎる。ヘルプ、これヘルプだな。助けよう。少女どう、あなたは大丈夫ですか。少女って言うな。はい、そうです。私を助けてあげましょう。私がだろう。なんでお前助ける側になって、助けられる側になってんだお前。大丈夫か少女。そうですね、その前なんて言われたんだ この短時間で少女に嫌われてないかまあ注文の一種。私は彼女が起きるのを助け、彼女は彼女が行ったのと同じ方向に行った彼女は彼女が行ったのと方向に行ったなにどこに行ってんの今キヨお前、どこ行ってんだよ。森は遠く離れていません。森林への道のりには人が少なく、確かに気温は著しく低下します。それは寒いです。まあ森は寒いだろうな。しかし少なくとも私は常に暖かく着飾っています。ああちゃんとね、暖かい格好してんのか。スキン、
防弾ベストとチェーンメールのいくつかの層に及ぶチェーンメール防弾ベストどういう装備で言ってんのチェーンメールあなたはある種の騎士を感じる いえ宇宙飛行士それともあなたが何らかのロボットスーツをコントロールしているかのように一般的には一般的じゃねえよ冷たいどういう格好キヨの格好見せて私はどんな子ですか今のところおかしい子かな森に来たさっきから背景の画像はすげえ綺麗なんだよな私は一人の宿を通り過ぎましたそこには一見雪だるまを作る男に気づいたのですお雪だるまを作っている男がいたと彼らのうち3人はいましたが彼女が転がっていたスノーボールに対処できないことは明らかでしてどういう風に考察してんのそいつらを彼女が転がっていたスノーボールに対処できない彼らは雪だるまを作る手助けはできますかえ基本的にこれ何でも助けていった方がいいんじゃねえのか通り過ぎる雪だるまを作ってやろう私はみんなを助け自分の子供の頃を思い出すことにしましたねえ若者よなぜそんなに弱いいつの時代だいつまで振り返ってるお前子供の頃を振り返ってんだろこれもう子供の頃を振り返ってるシーンなのそれともまだ現代が続いてんのなぜそんなに弱いミホークみたいな言い方してんな見てこの雪だるまあなたを押しつぶすつもりですいや雪だるま自分が作ってんだらそれはそれぐらいの説はできるだろう今私は本当にここで最も強いあなたを見せますなえ何を見せんの何してんの今何してんの今この時間何数分後大きな雪だるまの人と友達大きな雪だるまの人と友達唯一の残念は彼の鼻のための人参がなかったということですしかし男の子の一人はビールの代わりに一瓶のビールを使うのビール使ってんじゃねえかよビール使ってんじゃねえかよそれは良さそうだ私はあなたに言うよおう実績のロックを解除しましたメイクはスノーマンって出てきたんだけど何その無駄な解除数分後私はすでに森に歩いていましたまた新しい願い来んのこのストーリー全然わかんないけど今何してるか全然わかんないよ大暴行来たな危険だ危険ださすがに今日お前何しに来たん私が推測したように森には魂はなかった誰もがクリスマステーブルを準備したりその内容を買うのに忙しいですお前もさ帰ろうよもう確実に遭難ルート来てるってこれ彼はそれを買う時間がなかったので誰かが贈り物のために並んで立っていますそして誰かが家に座って私が昨日見たように窓を見ているいや誰もいない気がするけどなここ結局のところ森では思ったほど寒いわけではありませんいやこれ寒すぎてそう感じてんじゃないのもう眠くなってきてねえかキヨ大丈夫かおそらくこれは豊富な木々と雪崩のためです彼らも熱を保つことができます雪のためじゃないのか雪崩のためなのかあるいは知らない知らないじゃない諦めるな私は物理学では強くない結局のところそれは物理学ではありませんか熱温度はいと思われます一人でよく喋んなよく一人でベラ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 ずっと喋ってられんなどうすんのこっからだから帰る？ま、このクリスマスマジックはどこですか？あーやべ、何言ってんだこいつ。このクリスマスマジックはどこですか？おかしくなってきちゃったかついに。この時間何さっきから本当に。今、これ何？これ今何これ？ええ、物語は呼ばれます。キヨ。魔法を見つけるために森に行った。やべえやつじゃん！何魔法を見つけるために森に行った。何お前ファンタジー要素入れてきたの急に。ねえよ、そんなの。ダンバーと来ることありません。誰ダンバー何この時間、ほんと。しかし、ここは本当に素晴らしく平和です。まあ平和な感じは出てるけど。そして、静かに。ソファー、ホットジャグジー。テレビ、ウォッカの箱をここに置いてください。そして私はあなたがここに住むことさえできると言います。いや無理無理無理、住めない住めない。俺は言わねえそんなこと。しかもソファー、
ホットジャグジー、テレビ、ウォッカ、だいぶいいものを要求してんな、お前。だいぶいいものを要求してんな。私はもう少し歩いていくつもりです。今の間が怖くなくなった。もうこのさ、テキストがなくなって、ただ絵だけが表示される間が怖くねえ、俺は。またさらに奥に歩いていくのか、こいつは。なんか泣いて、泣き声したぞ、軽く。そして一方で、面白いことさえ。大人の男が、クリスマスのイブの森の夕方を歩く。もう夜だぞ、これ。大丈夫か、お前。しかし、それはどのような違いがありますか？どのような違いって言われてもな。まあでもそういう大人もいそうだけどね、普通に森を歩く。おしゃれっちゃおしゃれだけど。ただな、場所が場所なんだよな。奥まで来すぎてんだよ、お前は。おそらく、それは時間です。はい、それは時間です。何人いんの、今。今何人いるの？スーパーマーケットに戻る道を進む必要があります。お前、スーパーに行こうとしてたんか？じゃあ戻ろうか、スーパーマーケットに。戻ってきた。雪だるまの男のところに戻ってきた。あ、ゆっくりいいんだよ、ちゃんと。あ、スーパーに来てるなんでここの画像しっかりしてんだよ。だから、私たちがここでどこにいるのか。ええ、そうです。シャンパンを取る。シャンパン取るか。効果の時刻高いって言え、普通に。普通に高いって言え。地獄って言うな。どうやら私はそのような施設のポケットをきちんと埋めるバイヤーの一人です。バイヤー、買い手ってことなのかな？やるべきことはない。特にやるべきことはないろ。もうじゃあシャンパン買ったら出てこうぜ。いつまで居座んだよ、ここに。おお、外出たな。早かったな、ほんとにスーパーマーケットの時間。綺麗だ。あ、家帰ってきた。家帰ってきたよ。何かわからない旅に出て、家に帰ってきました。さて、私は何を言うことができますか？まあ、そうだな。メリークリスマースとかじゃない？いいことはありません。しかし、一般的に悪いことはありません。何に言ってんだ、これは。すべて通常通り出た。あなたは何かが変わるのを待っていますが、なんとなく何も起こりません。なんとなくで言うな、じゃあ。これ、ま、あなたの健康を待って。ハッピーニューイヤー、クリスマスじゃねえじゃん。クリスマスじゃねえじゃん。ふざけてんのか、これ。ふざけてんのか、おい。飲む。シャンパンね。買ってきたシャンパンね。トミー、ゾッとするものは酸っぱい。なぜ私はウォッカの代わりにこのクソを取ったのでしょうこのクソを取ったのですか。なに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 。しかし、それは本当に変です。私たちは、私たちの生活の中で変わることを望みますが、同時にこれのために何もしません。私たちは座って奇跡を待つ。奇跡を待つ。閉じ込められてんの今。突然ある種の陣が現れるか、突然電話し、ピンクの雲の街の市長になることを提案する。なに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 。見た夢の話をしてんのかい。ここ一週間ぐらいで見た夢を全部詰め込んだ感じの話してんな。ピンクの雲の街の市長になることを提案。はい。時にはそれは本当に夢に非常に有害です。時間がかかり結果が出ない。しかし私たちは信じ続ける必要があります。ああ、なるほど。信じればいいのか。なんか俺洗脳されてきたの、このゲームに。私は折りたたまれた手で数週間は静かに座らなければいけないと思う。結局のところ何かいいことが起こるかもしれない。そうですか？ね、これ一人なんだよね。これ一人なんだよね。いいことが起こるかもしれない。そうですか。で？